誠くん、お帰りなさい。どうして？誠くんのお母さんが中で待っていていいって。母さんが？私、誠くんのお母さんと仲良くなっちゃいましたよ。誠くんのお母さんも私はいいお嫁さんになれそうって言ってくれて、だから。琴の葉。はい。学校で言った通りだから。俺は世界のことが好きだ。でも西園寺さんは。西園寺さん。世界は許してくれたんだ。こんな弱くてフラフラとしてばかりの俺を。私だって。俺は世界が好きだから。桂さん、どうしても諦められません。琴の葉、私誠くんを愛してるんです。誠くんがいないと生きていけません。誠くんのためなら何でもします。どんなことでも。それでもダメですか？付き合ってください。お願いします。ごめん誠くん。琴の葉には悪いことしたと思ってるけど。ごめんなさい、桂さん。西園寺さん、私誠のことを好きだから。だからもう迷わない。私、誠くんがいないと生きていけないんですよ。なのに私から誠くんを奪うんですか？私、二人は幸せになれないと思います。琴の葉、二人は幸せになんかしませんから。何を？だって私はずっと誠くんを好きでいますから。桂さん、行こう。世界のことだけを見るって決めたから。でもずっと諦めないって。大丈夫だよ、きっと分かって。ん？携帯？これ桂さんの。あれから随分と月日が経った。俺は卒業し、大学に就職するでもなく、母さんの病院を手伝い、なんとなく看護師になった。あの日を境に俺は世界と疎遠になった。あんなに強く結ばれた二人だったのに、俺も世界も会うほどに、お互いの姿を見るたびに、琴の葉の最後の姿が浮かぶような気がして、耐えられなくなって別れたんだ。あ、花が。世界も来ていたのかな。こうして琴の葉の命日にだけ
俺たちはお互いの存在を思い出す。それは琴の葉の最後の言葉のように。